皆さんこんばんは、琉球コロソン背番号20番のドクYouTuber ドクター中村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じく琉球コラソンの背番号11番、はい、堤優太です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、沖縄部活生なんですけれども、先ほども、小中高生を メインにいつもお呼びしているんですが、まあ、今回はスペシャル企画ということで、琉球コラソンのハンドボール選手ですねのお二人をお招きしております。お忙しい中ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。今琉球コラソンさんあれですよね、ライカムの方でも特設ブース設けられて、あ、そうですね、はい、はい、私も見に行ったんですけれども、はい、皆さんかっこよくバーって選手の紹介などもあったりして、はいはい、今日は特別かっこいい2人がいいですね。めっちゃトークも面白くなりそうな、まあ、最初だけは友達がいるんで、いやいや、最後までよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ではこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンでは電波の他にも YouTube、ツイキャス、サイマル放送からもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリッスンラジオで再生をクリック、スマホからは無料アプリリスラジでどうぞお聞きください。それでは今日もこの後7時までお楽しみください。この番組はシュレイホーム、求人沖縄、個別指導アクシス、ホットモット、株式会社 FSO、 リンパスクール N ズ、株式会社 L の提供でお送りしております。では早速今日もオープニングナンバー、ゲストさんからのリクエスト曲をおかけしたいと思うので、堤選手から、はい、曲紹介の方をお願いします。と僕の、リクエスト曲の方が、オフィシャルヒゲダンディズムさんのプレテンダーです。
時刻は6時まもなく12分を回るところです。お届けしていますのは沖縄部活生のお時間です。ということで本日のゲストさんはもうスペシャルゲストとなっています。沖縄のハンドボールチーム琉球コラソンさんより堤選手と中村選手にお越しいただいています。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではでは早速いろいろとお話を聞いていきたいんですけれども、はい、まずお二人出身どちらになりますか？僕は、岩手県出身です。岩手県、はい、で堤選手は僕は兵庫県です。兵庫県、はい、お二人とも県外の出身ということなんですが、なぜこの沖縄にいらっしゃったんですか？何かきっかけとかありましたら教えていただきたいんですが。きっかけは二人とも一緒で、はい、琉球コラソンでハンドボールをするためにこっちに来ました。そうなんですね、はい、ちなみに何年目ですか沖縄は？僕は、2年目です。2年目で次3年目ですね。なるほど、はい、来たばっかりなんですね。そうですね、はい。中村さんはいかがですか？僕は今7年目ですね。あ、そうなんですね、はい、すごい。このもう本当にじゃあコラソンに入るために沖縄に来られてっていうことなんですね、はい、なるほど。ちなみにこのなんだろう、琉球コラソンの次チームについていろいろお話を聞いていきたいんですが、はい、チームのこの名前の由来とかって何ですか？コラソンっていう意味？コラソンはスペイン語でハートっていう意味で、はいはい、まあ、魂だったりっていうので、はい、ついてる。スペイン語から来てるっていうのがコラソンっていう名前の由来なんですよ。あ、なるほど、はい、じゃあ熱いハートを持ってっていう、はい、情熱とか、はい、お素晴らしい。そういう意味があるんですね、琉球コラソン、はい、なるほど。じゃあこの琉球コラソンさんはどんなチームかっていう、例えば特徴だったり何かチームのコンセプトなどがあったらぜひ教えてください。うーん、チームのコンセプト、うん、ですね、まあ僕らは、はい、まあ日本リーグの中ではやっぱりこう背は低い方なんですけれども、うん、まあ、その分こうなんか体を張ったプレーとか、足を使ってディフェンスするとか、うんうんうん、ルーズボールに飛び込むっていうところを目標に、うん、そういうのでお客さんを楽しませたりっていうところを目標としてるんですけど、はいはい、最近ちょっとできてないんですけど、それすごい赤裸々ですね。コンセプトとしては、うん、まあ、そういうプレーを売りにねやっていきたいなっていう。なるほど、はい、なんかチームの特徴とかってあります？チームの特徴は、うん、まあ、やっぱり今中村選手も言ったんですけど、うんうん、はい、このまあ泥臭く、まあ、ボールを奪っていくような、うんうんうん、まあ、本当に最近できてないんですけどまあそういった泥臭さだったり、うんうん、もうひたむきに一生懸命やるっていうのがやっぱチームのコンセプトであると思いますね、はい、なるほど、はい、ツイキャスからもコメントが武蔵さんとシーサーさんから今届いているんですけれども、シーサーさんが、コラソンの由来気になっていたと。でスペイン語で情熱って意味かという、はい、コメントですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではではこの琉球コラソンは発足してから何年目、どれぐらい経つんですか？今で12年目ですね。日本リーグ、はい、琉球コラソンできて日本リーグに参戦して12年、うん、でその1年前は FC 琉球という形で、はい、まあ、活動してたんですけど。あ、そうなんですね、はい、なるほど。この先ほどもお二人この琉球コラソンに入るために沖縄に来られたって言ってたじゃないですか、はい、このまたなぜこの沖縄のチームに入団というか入ろうと思ったんですか？やっぱり僕は中学校の時からハンドボールやってるんですけど、うん、この学生時代に沖縄ってなんかズバ抜けてるんですよね、身体能力だったり全てにおいて、はい、で学生の時のトップって言われた沖縄、うん、で沖縄ってとても地域でもうハンドボールがすごい盛んなところで、はい、僕もその地域に愛されてるようなチームでプレーしたいなと思ったのは、うん、まあ、きっかけではありますね。なるほど、はい、その沖縄の地域っていうと浦添とかになるんですよね。そうですね、浦添がハンドボール王国宣言っていうのをしてて、うんうんうん、浦添がまあ一応中心にはなってるんですけど、はい、沖縄も全体でハンドボールが盛んなので、そうですね、はい。じゃあ次中村選手にお聞きしてもいいですか？僕はですね、うん、沖縄美人の前でハンドボールがしたいと思ってこっちました。嘘です。なんという理由ですか？すいません、嘘です。もともと僕、うん、岩手で医者をやってたんですけど。え、医者？お医者さんだったんですか？そうなんですよ、ドクター中村。あ、だから先ほど、はい、ドクター中村っておっしゃってたんですね。はい、へえ。
でやってた時に、まあ、ハンドボール続けていて、はい、たまたま琉球コロソン のトライアウトを毎年開催してるんですけども、はい、その記事を見て、うん、どうせだったらちょっと挑戦してみたいなと思って受けました。なるほど、はい、ハンドはもともとされていたとか経験が。僕は高校生の頃からですけど、高校から続けていて、はい、まあ、働いた後も一応ちょこちょこ続けてはいたんですけど、うんうんうん、はい、あ、そうなんですね、はい、どうですか、この沖縄に実際来られて生活しながらハンドもしてっていう、この沖縄での環境というか。いや、沖縄住みやすいです、うん、あ、やっぱりこの気候的にも、はい、しかも人があったかいですよね、みんな。あ、そうなんですか、はい、関わる人すべての人が、まあ、やっぱ過ごしやすいし、うんうん、まあ、あと中村選手もさっき言ったんですけど、うん、美人が多いですね沖縄、はい、そうなんですか、はい、兵庫県とかはやっぱり逆に私は、はい、まあ、行ったことあるんですけど、はい、やっぱ洗練されたなんか都会的な、はいはい、街並みというか、うん、まあ、もちろんいいところなんですけど、うん、沖縄はやっぱ今住みやすいですね、自分も2年って、はい、なるほど知念さん可愛いって言っとけ、そんな、ね、いいですよはい、なるほど、武蔵さんからも沖縄は確かに花粉症もないからねと、そういう、あ、それでかいですね、そういった面でも沖縄はでも暑くないです、日差しとか。それはこの前岩手帰った時はもう氷点下の世界だったんで、はい、沖縄が25度の時氷点下の時行ったんで、まあ、でもあったかい方がいいですね僕は。あ、本当ですか、はい、あ、そうなんだ、うん、もう沖縄は今週最高20度でも寒い寒いしますからねいや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 余裕ですか。僕もそうなってきましたもういや僕はもう幸せですね、20度もうあったかい方ですか、やっぱり。全然あったかいです。なるほど、はい、これってこの練習のコンディションとかにも影響されます、このあったかさとか。影響します。あ、そうなんだ、はい、例えばどういう風にやっぱり変わりますか。僕はもう結構年なんであちこち痛いんですよでそれをマイナス氷点下の世界でやると、はい、もう節々が痛くなるんですけど、あ、やっぱこのあったかいところでやると、はい、その痛みが和らぐんで、うんうんうん、なんでプロサッカー選手とか野球選手が沖縄でキャンプやる意味っていうのはもう、はい、そうだよねって思います、ね、あ、なるほど、はい、やっぱり練習しやすい。しやすいですね、はい、しやすいですね。まあ、夏はちょっと暑すぎますけど、うん、そうですよね、この時期は本当やりやすいです、ね、うん、あ、なるほど、はい、ハンドボールって確かやっぱりもちろん体育館の中とか屋内になるじゃないですか、はいはい、やっぱなんか湿気とか沖縄結構高いと思うんですけど、はい、そうですね、めっちゃ暑いですよ夏の体育館は、ね、マジで夏の梅雨の時期の体育館はやばいですね、やばいですね、もう、あ、梅雨マジでやばいです。息苦しいし、 T シャツ何枚あっても足りないしみたいな、ね、ちょっと気持ち悪い感じですよね、はい、あ、なるほど、やっぱこの大事なんですね、環境とかって。いや、すごい大事ですね。体がやっぱり硬くなっちゃうんですか、寒くなったりすると。いや、なりますね、本当に。いや、動きづらいし、やっぱ怪我とかのリスクも結構高くなっちゃうし、うん、あ、そうなんですね、はい、そういった面でやっぱり沖縄でこのハンドボールをするってすごいいい環境。そうですね、いい環境ですね。ボールとかも内地だったらカチカチになるんですよボールがボールケースから出したらボールカチカチで、まず作業的にドライヤーでボール温めてから、うん、さあ練習始めようみたいなそんな作業するんですか。そうなんですよ。でも沖縄はそれがないんで、はい、すぐボール出してみたもう跳ねないんですよね内地だったら。体育館に着いた時にボールカチカチすぎて、はい、すごい、そんなにやっぱ差があるんですね。いや、めっちゃ差ありますね。沖縄だとどんなに寒い日でも絶対ボールが凍る日なんてないですもんねないですね。へえ、面白いボールが凍るって初めて聞いた、すごいですね。はい、そんなお二人なんですけれども、まあすごい、もうどん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 掘り下げていった時に、二人がハンドボールを始めたきっかけってなんだろうっていうのをすごい気になって、まあ先ほどもちょっとちらっとお話あったと思うんですが、はいはいはい、ちょっと深掘りしてもいいですか。はい、はい、僕は高校生から始めたんですけど、うん、はい、別にハンドボールやりたくて入ったわけじゃなくて、うん、で元々ハンドボールも知らなかったんですよ、はい、ハンドボールって何っていうぐらいの感じで高校に入ったんですけど、はい、まあ、親父が高校の男子部で一番強い部活に入った方が、うんうんうん、高校生活が楽しくなって、はい、そこでできた友人って一生の宝物になるから、はい、
もう一番強い部活に入れって言われて、はい、で入った高校の男子の中で一番強いのがハンドボール部だったんで、へー、入ったんです、ね、あ、そうなんですか、はい、もうそっからもうどん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 やっぱりハマっていったんですか。そうですね、やっぱめっちゃいい仲間にも巡り合いましたし、まあ、ハンドボールも面白かったんで。なるほど、はい、じゃあ続いて堤さんお聞きしてもいいですか。はい、僕はずっと小学校の時とか野球とかやってたんですよ、はい、全然全く違ったスポーツやってて、そうなんだ。で中学校になった時に、はい、まあ、ちょっと仲のいい友達とかが、うん、そのハンドボール部に入るって、うんうんうん、でそのうちの中学校のハンドボール部が結構かっこいいみたい なんか学校で、はい、そうです、モテるみたいなもうあったんで、まあ、その気持ちがまあ8割ぐらいモテたいで、まあ、やってて、はい、で中学校の時に、まあ、そういうそんな上までやってやろうっていう気持ちとかも最初なかったんですけど、中学校の時に全国大会とか行けて、でもう今までやってる感じですね、はい、そうなんですね。気づいたらもう夢中になってて、このスポーツ以外嫌だっていう感じになってたんですね。すごい、野球もやってたのに。そうですね、お二人がここまでなんかハンドボールにハマった、なんかハンドのそういう魅力とかって何ですか。どこに魅力を感じているというか。いや、ハンドボールって、はい、もう格闘技って言われてるんですよね。もうバッチバチ体がぶつかり合って、で早い展開でいろいろ、まあ、試合の状況ボールが動いたりして変わって格闘技って言われてて、すごい迫力があるんで、そこは最大の魅力かなっていうふうには僕は思いますね。なるほど、なんか見ていて多分ハラハラドキドキするんですね。そうですね、はい、なるほど。では中村選手からもお願いします。そうですね、ハンドボールって飛ぶ、はい、走る、投げるっていう、この体のあらゆる能力を使ってやるんですけども、まあ、やっぱそういう全部の要素が入ってるってところが、まあ、自分は魅力だし、体をフルに使うっていうところが魅力かなと思いますね。なるほど、はい、この今おっしゃったように本当に体を振る活動させているじゃないですか、はいはい、なんかトレーニングメニューとかも結構やっぱりきついメニューなんですか。そうですね、どういったメニューを。メニューやっぱまあハンドボールの練習がまあメインですけど、はい、その他にまあオフシーズンとかはまあ筋トレしたりとか、ジャンプ力を高めるとか走力を高めるトレーニングっていうのはみんな結構個別でやってたりします、ね、なるほど、はい、やっぱり皆さんジャンプ力ってもう高いんですか。うん、高いと思いますね。人によるとは思うんですけど。そうなんですね、はい、私も中学校の時に体育のこの競技の中にハンドボールがあって、あ、はい、女の子でもまあやってたんですけど、はい、もう全然もう難しかったですね。もう、はい、全然体育の中なのでやっぱりみんなで楽しみながらやってたっていうのはあるんですけど、もうすごいなんか試合展開というか早いですよね結構。そうですね、はい、それになんかついていけなくて本当に私の中学校の女子ハンドが結構強くって、結構体育の中にもそういう子たちと一緒にやってて、うん、迫力を間近で感じたので、ちょっとわ早い、なんかどうなってんのみたいな展開があって、確かにおっしゃっているように、また男子ハンドボール部って私もちゃんと試合を見たことはないんですけれども、まだすごい迫力満点なんだろうなと。いや、迫力はすごいと思いますよ。直に見に来てもらえたらば、結構あの間近で試合とかも見れるので、はい、あ、そうなんですね。なんかぶつかった時の音とか、え、そういうのも聞こえちゃうんですか。全然聞こえますね。へー、そうなんだ、すごい。やっぱりさっきもおっしゃってたように格闘技って言われるぐらい。そうですね。なるほど、結構じゃあ怪我とかも多いんじゃないですか。多いですね。まあ、そうです、その怪我をこのしないように、まあ、筋トレとか、うん、体作りっていうのはしていかないと。そうですね。あ、なるほど。いやー、このなんだろう、ハンドボールの魅力とかも今聞くことができたんですけれども、はい、まあ、シーサさんからも今、走力はサッカーと同じだと思いますが、うん、飛躍力、跳躍力大丈夫ですか。失礼しましためっちゃ恥ずかしいですね。跳躍力がこちらの方が別次元ですねっていうコメントを聞いてますね、はい、そうですね、確かに、まあ、ジャンプする機会が多いんでね、はい、使う筋肉も若干違うと思うんで、ああ、シーサーさんにも突っ込まれてますね。跳躍力です。それも言わないでくださいどうか、この特に主にどの筋肉を
重要というか使ってるんですか。ハンドボール、下半身が重要って言われてるんですよね。あ、そうなんですか、はい、あ、やっぱ飛ぶからとか、この押されたりした時に耐えれる下半身、うんうん、お尻周りとか、うん、はい、体幹とかっていうのが一応重要と言われてますね。なるほど、はい、いやー、すごい奥が深いですね、ハンドボールもやっぱり、はい、はい、ということなんですが、このさっきもちょっとオフトークでお話あったんですけれども、私も気になっていて、また琉球コラソルさん結構質問というか、これが気になるっていう方が多いっていう質問があるんですが、ちょっと話も変わるんですけれども、琉球コラソルさんはプロなのかっていう、はい、お話をちょっと気になるところなんですけれども、うん、まあ、ちょっと伺ってもいいですか。プロの定義をどこに持っていくかですけど、うん、まあ、例えば、はい、その競技することでお金をもらってるっていうところをプロだとしたらば、まあ、僕らプロって言えるかなと思うんですけど、うん、それだけで食べていけてるかどうかを基準としたらば、うんうんうん、ちょっとそこは当てはまらないかもしれないですね。なるほど、はい、これはじゃあ反動しながら、そうです、そうですね、各個人仕事しながらみたいな感じで。これ大変じゃないですか。練習もきつい、うん、なんかお仕事もまあ毎日もちろんあると思うんですけれども、はい、基本みんな朝から夕方まで働いて、で夕方以降に練習みたいな。そうですね、練習も毎日ですか。基本的には毎日ですね。平日は毎日、毎日。そうなんですか、はい、今日はちなみにこの後っていう感じですか。今日はもう木曜日は午前中なんです。あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあやっぱり仕事もこうスケジュール調整しながら。そうですね、なんで仕事先の理解も得ながらやるみたいな形ですね、うん、はい、すごい、はい、この仕事とハンドとこの切り替え、気持ちの切り替えって私大変なんじゃないかなと思うんですけれども、それってどうしてますか。個人的にはそんなにあれです、大変ではなくて、はい、まあ、割り切れるし、まあ、むしろなんだろうな、仕事をうまくいかなくても、うん、まあ、ハンドで気分変えたりとか、あ、まあ、逆もあったりとかっていうので、あ、なるほど、まあ、そこら辺はそんなに個人的ですけどね、うまくバランスよくこう、うん、来ているっていう感じなんですかね、うん、そうですね、はい、堤さんもいかがですか。そうですね、やっぱ目的意識がはっきりしてないとブレちゃうんですよね。やっぱ目標とかをやっぱ持ってないと、うん、ちょっとブレてしまう部分はあるので、しっかりと目標さえ持ってればうまく切り替えしながらできますね、はい、なるほど、はい、目標設定がやっぱり大事。そうですね、はい、なるほど。この目標設定、いろいろお二人もされてると思うんですけれども、はい、これやっぱり毎日何かこうあるんですか、設定すること。今日はこれを頑張るとか、うん、僕はこの一つ大きな目標を立てて、はいはい、それを成し遂げるために、うん、何が必要かっていうのをこう細かく分けていって、はいはい、で1日これ、1日次はこれっていう風にまたフィードバックして、これができなかったから次はこれっていう風に当てはめながら、最終的にその小さな目標が大きな、まあ、目標達成に至るんではないかっていう風に思ってるんでやってますね、そういう風に。あ、なるほど、はい、中村選手とかも。そうですね、全く同じですね。あ、そうなんですねすごい、堤選手、ちなみに私の一つ上っていうお話を伺ったんですけれども、はい、ものすごくしっかりされてます。よく言われます、はい、めっちゃ落ち着いているというか、はい、素晴らしいですね。これもやっぱりハンドをしている中でそういうメンタルが鍛えられているって部分もありますか。うん、そうですね、もう完全にスポーツ通してこういうことはもう身に染みて体感して感じてるんで。なるほど、はい、いや、すごい。このお二人やっぱりいろいろとこのなんだろう、苦しい時だったり辛い時もやっぱり日々過ごしている中であると思うんですが、はい、どう乗り越えていますか。どう乗り越える、はい難しいな。それをなんか、なんだろう、それは部活ですか、ハンドボールとか、それとも仕事とかってことですか。そうですね、ハンドボールでちょっとお聞きしたいですね。やっぱり運動、部活じゃない、スポーツって絶対この伸びない時期とかスランプの時期って絶対あるじゃないですか、はいはい、そういう時期やっぱり今こう
頑張っている子どもたちもそういう時期に差し掛かっている子たちも結構多いと思うので、はい、そういった面でちょっとお話を聞きたいなと。まあ、スポーツに関しては、はい、まあ、さっき堤選手が言ったように、うん、まあ、まず大きい目標を立てて、はい、でそれを達成するために細かい目標をどんどん立てていくと思うんですけども、うんうんうん、まあ、伸びない時とかは、はい、まあ、僕はですけど、うん、あの自分が今やってることが、うん、あ本当に、うん、その目標達成するために正しいことなのかっていうのを、うん、まあ、確認したりして、はい、でやっぱりそれが必要だっていうことであれば、うん、あのそれは継続すべきだし、うん、だしもし伸びないってことであれば何か原因があるはずなんで、うん、まあ、それをしっかり振り返って、うん、あのやっていくっていうことが重要かなと思いますし、まあ、やればいいっていうわけじゃないので、うん、その目的に沿ったトレーニングじゃないと、はい、やってる意味がないかったりするので、うん、まあ、そういうフィードバックっていうか、うん、あ毎回しっかりこれはちゃんとした目的に沿ったトレーニングなのかなっていうところは確認するようにはしてます、ね、なるほど。やっぱりこう自分と向き合う時間が大事、分析をしたり、そうですね、それはすごい重要だと思いますね、はい、なるほど。いやーすごい、もう今本当に現役で、はい、活躍されている選手からこういう直接お話を聞くことってやっぱりめったにない貴重な機会なので、本当に私もとても勉強になっているんですけれども、もうあっという間に部活生前半戦がちょっと終了となります。続いてまた後半戦に続いていきたいんですけれども、一旦クールダウンで曲をお流しして CM に行きたいと思います。次の曲が中村選手から、はい、リクエストされた曲、はい、お願いします。そうですね、かりゆし58の終わり始まりを、はい、ぜひ皆さんお聴きください。はい、皆さん終わり始まりお楽しみください。
はい、お届けしていますのは沖縄部活生のお時間です。ツイキャスからもたくさん盛り上がっていまして、 KY スポーツ店さんこんばんは、 KY スポーツ店にも出演お願いしますという、これからどんどん引っ張りだこになりそうな感じですね。はい、皆さんぜひとも後半戦もよろしくお願いします。ということで後半からはもう一方、はい、スタジオの方に入っていただきました。では自己紹介の方をお願いいたします。はい、琉球コラソンの、はい、球団職員をしております、はい、三山と言います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんと三山さんは私と同級生ということで。そうですね23歳ですね。はい、はい、沖縄にも移住されたということなんですけれども、はい、ちなみに運営側というお仕事についてちょっと聞いてもいいですか、はい、どういったことをされてるんですか。そうですね、琉球コラソンの場合はもうすべて、チームの運営を自分たちで行っているので、はい、まあ、試合会場の設営であったり、うん、はい、選手の、まあ、遠征移動の手配であったり、はい、まあ、もう全てのことをやってますね、うん、まあ、もちろん広報、うんうん、SNS とかホームページとかも、はい、何もかもチームに関わる全てのことをやっております、はい、うんうんうん、もうマネージャー的な。そうですね、マネージャーという役割もありますね、うん、なるほど、はい、いやどうですか、このもういつもこの近くで選手たちとこの接したりしていて。そうですね、うん、まあ、うちのチームは特に選手と球団職員の距離もすごく近いので、はい、あ、そうなんですね。すごく、まあ、同世代の選手も多いので、うんうんうん、すごく楽しく充実しています。そうですよね、結構お若い選手がいらっしゃるのかなっていう印象も、はい、受けたんですけれども、すごい楽しそうですね、はい、はい、皆さんなんか中村選手と堤選手の雰囲気も見ていて、なんかチーム仲もとっても良さそうな、はい、印象を受けました。そうですね、表面上は仲いいです。いらない表面上って、まあ、きっとこういう冗談をこう言い合えるぐらいすごい仲がいいんだろうなっていう、はいはい、印象を受けました。素敵なチームですね、琉球コラソンさん。はい、素敵ですねということで、いろいろとたくさん告知があると思いますので、はい、ぜひともいろいろ、今、まあ、ちょうどシーズン中ということもあって、はい、試合の、はい、日程などもいろいろありましたら、はい、告知の方をお願いいたします。はい、いいですか、告知しちゃって。はい、ですね、まあ、今2月になってリーグが再開されてるんですけれども、はい、沖縄県内ではですね、うん、2月11日の14時から富城市民体育館で、はい、トヨタ暴食九州を相手に、はい、でこの日はですね、はい、長年コラソンを支え続けたミスターコラソンと言われている村山選手の引退セレモニーも、はいはいはい、あ、そうなんですね、はい、めっちゃ貴重な日じゃないですか。なので、めっちゃ寂しい、うんうん、で、まあ、その日にもしかしたらば、はい、現監督の東長浜周作、はい、レジェンドなんですけど、はい、この選手の復帰が見られるかもしれないっていうビッグサプライズまであるので、すごい、はい、もう2月11日はですね、はい、皆さん ね、お見逃しなく絶対に、はい、会場に来てください。卒業とまた復帰と、ね、いろいろ な、はい、なんか気持ちが皆さんもあると思いますけれども、はい、そこら辺の詳しい事情は僕の YouTube にあるので、はい、皆さん全然見てください。そうなんです、はい、実は皆さん、中村選手はハンドボール選手でありながら YouTuber でもあるということなんですけれども、はい、チャンネルの方もぜひとも告知を。あ、はい、ドクター中村チャンネルというですね名前でやってますので、はい、まあ、ハンドボール選手、はい、YouTuber、医者みたいな形でやってますので、すごいな、なんか情報がいっぱいですけど、皆さんぜひ登録よろしくお願いします。ちなみにその YouTube ではどんなことを、まあ、そうですね、はい、まあ、選手との対談とか、うん、いろんなチームの選手と対談したりとか、はい、まあ、これからいろいろ、うん、体幹トレーニングとか、あ、そういうなんかためになる情報とかもね、皆さんが見ていいなと思うような情報を出していきたいと思うので、はい、あとは医者の話とか、はい、もう本当いろんなのあります。引き出し多すぎませんか、はい、どんどん引き出してください。、はい、めっちゃ面白い、はい、すごいですね。いや、ぜひともじゃあ YouTube の方も皆さんチェックよろしくお願いします。すみません、告知まだでしたね。あ、途中だったか。ぜひともすいません、お願いします。あと2月29日にこれは石垣島の方で初開催になるんですけれども、はい、29日18時から石垣市総合体育館でゴールデンウルブス福岡と、はい、これがコラソンの今シーズンのラストゲームになりますので、そうなんですね、はいはい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。
ということで、他にも本当に告知盛りだくさんだと思うんですけれども、私さっきから気になっていました武蔵さんからもツイキャスコメントが来ていまして、お二人のこのユニフォームが非常にかっこいいと、おしゃれでかっこいいというユニフォームのお話もあったんですけれども、はい、今日はこの堤選手が帽子の方も、はい、キャップの方もかぶっていまして、はい、これがなんと琉球コラソンと、はい、パッて大きく文字がある黒いかっこいいまたキャップですよね。はい、そうですね、はい、これまた男性女性性別問わず、かぶっていただいてもすごいいいんじゃないかな。全然いいです。もう一種類あるんですよ帽子。あ、白のキャップはこういった形じゃなくて、はい、普通のこうかぶ、なんていうんですかね、もう一個違うゴルフとかで、はい、つけれるような帽子なんですよ、はい、そうですね。なので結構2つとも可愛いデザインになってて、はい、他にもグッズ、はい、いろいろあるので、特に部活生とか勉強するときにのシャーペンだったり、はい、うちのチームのロゴが入ったやつとかあるんで、まあ、ホームページとか見ていただいたら、うんうんうん、購入できますので、はい、いろいろ見ていただいて、はいはい、すごいグッズもめちゃくちゃ豊富なんですね。そうですね。いや素晴らしい。いやすごい、ツイキャスからですね、ひふみさん、武蔵さん、 YouTube ドクター中村チャンネル登録しますねと、早速反応が、はいはい、来ております。ぜひとも私も今日早速登録しようと思いますので、ありがとうございます。すごい楽しみにしております。はい、はい、ということで、他にもお二人から何か告知などありましたらぜひともお願いします。そうですね、だいぶしちゃったけど、だいぶした。あ、でもやっぱ三山さんの方から何かありますか。じゃあこれ三山が自分で見てみて。はい、今琉球コラソンの人気の総選挙をやっておりまして、参加してるんですか。はい、これも公式のホームページとか SNS から投票できまして、はいはい、これ2月の29日まで投票できるんですけども、今月いっぱい、そうですね、これ抽選で投票していただいた方の中から抽選でサイン入りグッズもプレゼントするので、はい、おー、はい、これもどしどし投票していただきたいのと、はい、と今ですね、沖縄のイオンモール沖縄ダイカムにて、はい、これも2月いっぱいですね、はい、琉球コラソンの特設ブースが設置されてまして、はい、選手の手形とかもあるので、はい、見に行きました。ぜひ、あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん見に行っていただければと思います。ぜひともお願いします。お願いします。ちなみにその特設ブースにはなんとこの沖縄部活生のフリーマガジンも一緒に、はいはい、飾られています。本当にありがとうございます。またこの部活生の今回冬号にこの琉球コラソンさん、石川選手、村山選手、はい、金子選手の3名が、はい、特集されていますので、はい、ぜひとも皆さんそちらからもお楽しみください、はい、よろしくお願いします。ということで番組もそろそろエンディングの時間が近づいてきているんですけれども、はい、最後にですね、お二人からはこの今シーズンの目標であったり今後の目標をちょっと聞きたいのと、三山さんからは今後のこのチームに期待していることをちょっとお聞きしたいなと思うんですが、では最初に、そうですね、中村選手からお願いします。はい、そうですね、はい、まあ、目標としてはやっぱ試合に出るっていうところが目標なんですけど、はい、まあ、僕今チームの最年長なんですけど、はい、まあ、最年長がこう、まあ、はい、なんか泥臭いプレーしたりとか、なんかそういう下にいい影響を与えれるようなプレーとか、まあ、そういう姿勢をどんどん見せていけたらなとは思っております。確かに勇気とかパワーをたくさんもらえそうですよね。そうですね、はい、だし、まあ、身体能力も負けたくないんで、この前体力測定で僕一番足早かったんで、すごい、はい、そこはもうここを来年もね、ずっと負けないように頑張りたいなと思います。すいません、はい、おいくつですか。36で次37になります。はい、お若いですね。ありがとうございます。非常に若くないですよ。おい、どうしますか、後輩から。いや、あとで裏で、はい、やっておきます。ボコボコに、はい、一周す僕。いや、めっちゃ若い、見た目も若いですね。やっぱりすごい生き生きされてますね。そうですね、はい、まあ、こういうね、可愛い後輩とかがいるんでね。若くなりますね。なるほど、吸収たくさんしていると、はい、素晴らしい。それでは、堤選手の方からもお願いします。はい、やっぱり僕はまだキャリアの浅い、はい、日本リーグの中でもキャリアの浅い選手なんですけれども、まあ、この自分の持ち味っていうのがスピード感だったり、はい、そういう、まあ、
あの足を使ったプレーなので、うん、そういうことを伸ばしつつ、はい、まあ、自分の課題である体作りだったりを克服していけたらいいと思いますね。まあ、あとはそのハンドボールっていう競技はマイナーなので、うん、今僕は SNS だったり、うん、あのツイッターインスタを結構積極的にやろうとしたりして動いてるので、うん、そういったものもフォロー、ぜひフォローしていただいて拡散してもらって、はい、まあ、自分の幅を増やしながら、うん、まあ、プレーはもちろんなんですけど人としてもいろいろやっていきたいので、うん、よろしくお願いします。こんなおじさんには負けてらんないんでおじさんにはもう早くもうこの場を譲ってもらってでもその心意気めちゃくちゃ素晴らしいです ね、 そうですね。先ほどもやっぱりなんと総選挙までされているということで、うん、本当にもういろんな方面からどん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 この琉球コラソンをもっともっといろんな人に知ってもらいたい、認知度を上げたいっていう、そのなんかなんだろう、されている活動がすごい、自分本当にすごいなって思う、はいはい、ぜひ僕なんかじゃなくて堤選手にねぜひ登場してくださいいやって言ってますけど去年普通に勝ってますこれ何回目なんですか、去年と3回目3回目なんですか、はい、これは琉球コラソンで検索するとホームページから出てきて、はい、なるほど、じゃあ私も選挙投票しますね、ぜひ確認、はい、お願いしますお願いします今回のこの放送を聞いてファンが絶対に増えたと思います、うん、私はよろしくお願いします、はい、お願いします、はい、では、そうですね、三山さんの方から、はい、このこれからの琉球コラソンに期待していることなどありましたらお聞かせください。そうですね、まあ、琉球コラソンは本当にまだまだ沖縄県内でも知っている方がまだ多いとは、うん、言わないので本当に一人でも多くの方に琉球コラソンっていうチームであったり選手を知っていただきたいっていうのと、まあ、琉球コラソンを通じてハンドボールの面白さであったりと素敵なスポーツなので一人でも多くの方に知っていただきたい、そのためにはもう選手もしっかり練習して、まあ、試合でも活躍すると思うので、もう1試合でもいいので、まあ、見に来ていただきたいですね。11日試し場であるので、はい、本当に見ていただければ、はい、今日こうやって賑やかに話している選手が、うん、すごいかっこいいプレーをしているのが見れると思うので、うん、少しでもハンドボールの面白さであったり、うんうん、それが伝わればいいかなと思います、はい、あ、なるほど、すごい熱い、もう運営側の方もすごい熱い方が多いんですねめちゃくちゃ素敵なるほど、ということなので、直近ですと2月11日の、はいはい、これは祝日になるんですね。そうですね、はい、お休みの日なので、はい、せっかく、はいはい、皆さんスポーツ見てまたこのハンドを見て熱い気持ちにみんなでなりましょう。そしてもうこれからどん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 いろんな面からまた皆さん一緒に応援していきたいなっていう気持ちにもなったので、はいはい、ぜひとも皆さん琉球コラソンこれからもはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、ということでツイキャスからも本日は武蔵さん、ナルトラさん、でシーサーさん、ひふみさんと、はい、コメントをいただきました。皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございます。ありがとうございます。ということで本日のゲストは琉球コラソンから中村選手、堤選手、そして運営の三山さん、はい、三山選手って言おうとしちゃった今三山さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで皆さん、本日も沖縄部活生ありがとうございます。この番組はシュレイホーム、求人沖縄、個別指導アクシス、ホットモット株式会社 FSO、 リンパスクール N ズ株式会社 L の提供でお送りいたしました。皆さん YouTube からもハイライト見れますのでぜひよろしくお願いします。それではまた来週。